2007年9月18日の午前4時40分ごろ、夫が首を切って自決したという119番通報が亡くなった男性の妻らしき人物からあった。通報を受けた京田辺署員が現場である被害者自宅に駆けつけたところ、2階の寝室で男性が亡くなっているのを発見した。通報によれば首を切って自決したとのことであったが、凶器が男性の周りにない。男性を切りつけたであろう凶器、斧は1階のキッチンに落ちており、そのそばには返り血を浴びた高校生の女性が立っていた。その女性は亡くなった男性の娘、次女。署員が話を聞いたところ、抵抗することもなく犯行を認めたため緊急逮捕された。取り調べで次女は、私が斧で切りつけた、以前から父が嫌いだったと供述。もともと親子間に不和があったようである。父は京都府警南署勤務の巡査部長であり、次女に対してかなり強めの暴力を振るっており、次女が小学生の頃からお父さんに叩かれる、嫌いと周囲に話していた。父親はしつけのつもりだったのかもしれないが、肝心の本人はかなりだらしがなく、女性関係でトラブルを抱えていた。人には厳しい癖して、外で他の女性と遊んでいる父親を生理的に受け入れることができず、次女の父親に対する嫌悪感は日に日に増していった。また家族仲に追い打ちをかけるように、父親は妻とも仲が悪く、夫婦喧嘩が絶えない状態だった。妻は夫の女性関係のだらしなさに気づいていたようであるが、特に何も言わず平静を装っていたとのこと。そして次女が犯行を行う決意をさせたきっかけが進学。次女が美術系の専門学校に進学する際、自分に暴力を振るってくるわ、他人には厳しいくせに自分は女性関係もだらしない最低な父親に許可をもらわなければならなかった。これは次女にとって相当な屈辱だったようで、加えて父親の女性関係に気づいていながら何も言わない母や姉についても不満を抱き、誰も父を咎めない、それなら私がやるしかないと犯行を決意したのであった。次女は決行日の5日前に近くのホームセンターで斧を購入している。そして2007年9月18日、たまりにたまった憎悪を抱えた次女は、斧というクラシックなパワー系の凶器を用いて憎き父の命を奪った。父はランニングシャツとパンツ姿で倒れており、争った形跡はなかった。未明での犯行であったため寝込みを襲われたと思われる。亡くなった夫と帰り血まみれの次女を見て、妻はなぜ自決だと通報したかはわからないが、気が動転していたのかもしれない。そして復讐を果たした次女は警察に捕まった。取り調べにおいて、お父さんの女性との関係が嫌でこの世からいなくなればいいと思ったと動機を話す一方、お父さんがいなくなれば幸せになれると思った、母や姉には迷惑をかけたとも話しているという。また時間が経つにつれ、お父さんに申し訳ないと謝罪の気持ちを話し始めたという。2008年1月23日京都家裁にて、裁判長は動機について厳しいしつけをしてきた父に女性関係があって生理的な嫌悪感や不快感を抱いていたが、そんな父親に専門学校進学の許諾を得なければならなかったことに強い屈辱感を持ったためとし、6月頃には犯行を計画したとした。凶器に斧を選んだ理由については、強い興味を持っていたギロチンからの連想とした。そして犯行が残忍で計画性が認められる重大事案として、原則検察官に送致すべき事件としつつも、父親が女性関係を繰り返し、かつそのやり取りが残っているパソコンを容易に見られる状態にしていたことと、それについて母親が悩みを次女に繰り返し聞かせるとともに女性の素性を知らせるなどして、両親とも次女の心情を考えなかったと指摘。さらに次女は
こだわりが強いという特性や潔癖を願う気持ちが強い性格があることより、抑うつ症状が強まっていたとして、保護処分とする特段の事情があると結論。謝罪する気持ちがあることや家族の処罰感情が強くないことも考慮し、長期間の矯正教育を施して更生を図るべきだとして、中等少年院送致の保護処分を決定した。異議はなく、そのまま確定した。この事件はセンセーショナルに報道され、反響も大きかった。長野県辰野町では15歳の少年が父親を斧で切りつけて大怪我をさせた事件が発生し、京都で少女が父親を襲った事件を見て斧を凶器に選んだと供述するなど、模倣犯も出現することになった。しかし今回の京田辺市の事件が有名になったのは、模倣犯が現れたこと以上にアニメの影響が大きい。当時テレビ神奈川にてスクールデイズという深夜アニメが放映中だった。そして最終回が放送される時を今か今かと待ちわびていた人たちが、放送時間に見たものはフィヨルドを優雅に航海する船の映像だった。なぜこのようなことが起きたかというと、最終回放映日は京田辺市の事件が起きた2007年9月18日。スクールデイズ最終回にも武器を使って人の命を奪う描写があったため、テレビ神奈川は急遽対応した。その後他の局でも番組差し替えが行われ、地上波の放送は全滅。怒った視聴者は事件から1日足らずで放送中止の決断を下したテレビ神奈川を口汚い言葉で古ぼっこにした。放送中止の際に海外の画像掲示板4ちゃんでボート映像を目の当たりにした外国人が、画像掲示板にてキャプチャ画像とともに放ったナイスボートというウィットに富んだクールな発言は現在でも一部で使用されている。しかしスクールデイズの最終回は、京田辺市の事件があろうとなかろうと、とても民放で放送できるような内容ではなかったため、後日スカパーで最終回が放送された後、テレビ神奈川を中傷していた人たちは一斉に謝罪することとなった。なぜか毎年12月24日クリスマスの日にアベマが全話一挙放送という土地狂ったことをしているため、見たことがある人もいるかと思われる。スクールデイズの他にも同時期に放映していたアニメ日暮らしの泣く頃にも放送中止になったが、こちらはマスコミの相当な偏見によりこじつけられたのがきっかけであり、京田辺市と関連するのは無理があったため、現在でもテレビの偏向報道の一つの例として挙げられることがある。話がだいぶそれたが、京田辺市の事件は未成年の犯罪とはいえ、被害者に同情する人がほとんどではないかと思われる。女性にだらしない人間が他人を厳しく指導しても全く説得力はない。しかし命まで奪ってはいけなかった。亡くなった父親のような人間には、法廷で不倫していた事実を暴き、生き恥を晒して生きさせた方がより屈辱的と考えるからである。今まで辛かったとは思うが、出所後は平穏に生きてほしい。